はじめまして。私は植松玲奈と言います。私はニューランズカレッジのインターナショナルスチューデントです。ここに来てもう9ヶ月が経っていて、これからウェリントンとニューランズカレッジはどういうところなのかを紹介していきたいと思います。皆さん、ホストファミリーとは知っていますか？ほとんどのインターナショナル生がホストファミリーにお世話になります。私の家には5人いて、ホストマザーとホストシスター、でホストファザー、そしてまた1人新しいインターナショナル生が私の家に来ました。私の家は犬や猫がいて、たまにみんなでピクニックに行ったりします。ホストファミリーはいろんなところに連れて行ってしてくれるので、とても優しい人たちがいて、とても楽しくなると思います。皆さんの趣味は何ですか？私はサックスやバイオリンを弾いたりしています。この学校ではショーなどがあり、いろんな経験ができます。またスポーツや部活動があり、こっちの人はみんなラグビーをやったりしていて、とても盛んです。私は東京から来ました。東京とウェリントンは少し違います。また季節は真逆なので、少し風邪をひいたりします。ウェリントンはとても風が強くて有名です。夏は少し寒くて、冬はとても寒いです。ウェリントンシティにはいろいろたくさんのものがあります。私たちはテパパに行って遊んだり、ビーチに行って遊んだりします。ニュージーランドと日本は教育がとても違います。ニュージーランドの先生はとてもフレンドリーで笑顔が多く、とても優しく教えてくれます。英語が苦手で留学を心配している方もいると思います。ですが、この学校ではイーソールといって、英語を優しく教えてくれるクラスがあり、とても楽しく学べます。また、映画研究という授業を知っていますか？私は映画研究という授業を受けており、その授業では映画を作ったり、映画を見たり、映画について学んだりします。また、ノスカーズというショーがあり、そのノスカーズで私たちが作った映画を見てもらったりもします。ニュージーランドと日本の教育はとても違うので、私はすごく勉強が苦手ですが、ニュージーランドに来て勉強がとても楽しくなりました。また、皆さんにもこの感覚を味わってもらえると嬉しいです。